フランケンシュタインは1910年制作のアメリカ映画。怪物役のチャールズ・スタントン・オーグル素顔のチャールズ・スタントン・オーグル・ジェ・イサール・ドーリーが脚本、監督を担当し、エジソン・スタジオによって制作された映画である。メアリー・シェリーの小説、フランケンシュタインの映画化は、これが初めてである。撮影は3日間かけて行われ、 ニューヨークのブロンクス区にあるエジソンスタジオで制作が行われた。いくつかの文献には、プロデューサーとしてトーマス・エジソンの名前が挙がっているが、実際は制作に参加しておらず、エジソンスタジオが彼の名前を借りただけである。制作体制は、不完全で、賃金が払われなかったスタッフもおり、フランケンシュタイン役のオーガタス・フィリップスや、怪物役のチャールズ・スタントン・オーグル。 婚約者役のメアリー・フラーへの賃金の支払いも不十分だった。長い間、この映画のフィルム原版は現存しないものとされていた。1950年代に、この映画のポジフィルムは、ウィスコンシン州の映画コレクター、アロイス・デッドラフによって購入された。デッドラフ本人は随分ん後になるまで、このポジフィルムがどれだけ貴重なものか知らなかったという。 1963年、あらすじ書きとスチール写真が掲載された、エジソン社の映画カタログ、エジソンキネマトグラムが発見された。デッドラフの全長版ポジフィルムが公になったのは1970年代で、画質は低下していたが、干渉する分には問題なく、色合いや字幕も1910年当時のままだった。70年代後半にデッドラフのフィルムは、フィルムや、 写真の博物館であるジョージ・イストマンハウスによって 35mm フィルムにコピーされ保存されることとなった。メディアを再生する本編映像エジソン・キネマトグラムより若き学生であるフランケンシュタインは恋人と自分の父親に別れを告げて科学を学ぶべく家を出て大学に入った。大学に来てすぐに彼は生と死の神秘性に取りつかれる。 人間を作るという野望を抱いて実験を始めた彼は世界一完璧な人間を作る方法を見出しある夜ついに人間を生み出しその野望を果たすフランケンシュタインの実験室にある大釜の中で化学薬品にまみれながら現れる怪物の姿は本編中最も不気味だが最も神秘的で魅力的なシーンでもある 彼の目前に出現したものは恐ろしいことに、彼が望んだ、美しく、優雅で、完全無欠な肉体ではなく、おぞましく忌まわしい、怪物だった。自らがしでかしたことを悟ったフランケンシュタインは、部屋から逃げ出すが、ベッドのカーテンの隙間から、ちらりと見えた不格好な怪物の姿に、彼は気絶してしまう。しばらくして使用人が彼を見つけ、意識を取り戻させる。 数週間、病の床についた後、実家に帰ったフランケンシュタインは、やつれて、悲観に暮れていたが、父と恋人の愛情のもと、健康と意志を取り戻し、わずかながらも人生に希望を見出した。この描写はつまり、フランケンシュタインが正常な心のまま、邪悪で不自然な考えに打ち勝っておれば、怪物を作るなどということはなかった、とほのめかしている。その後、 フランケンシュタインと婚約者との結婚の日時が決められる。しかしある夜、図書室にいたフランケンシュタインは目の前の鏡に怪物の姿がちらっと見えたように感じ、開かれた自分の部屋のドアから怪物の姿を見てしまう。恐怖にとらわれ、婚約者に真実を知られることを恐れた。彼は怪物をカーテンの裏にクした後、部屋に入ってきた彼女を慌てて迎える。 ここから場面は強くドラマチックなものとなる。創造者に犬のごとく従順な怪物にはすべての人間に対する狂気じみた嫉妬があった。それがゆえに彼は主人のコートから婚約者が刺したバラを抜き取り、めちゃくちゃにして主人に向かって床に投げつけてしまう。その時、怪物は顔を上げ、生まれて初めて鏡に映った己の姿を見てしまう。 その姿に驚き、恐れを抱いた怪物は、主人の部屋を飛び出してしまう。何もできず、ただ創造者の分身として生きるしかないのかと、絶望した怪物は、フランケンシュタインの結婚式の当日、彼の部屋に再び現れ、己の嫉妬の原因を探るために、花嫁の部屋へと入る。大広間にいたフランケンシュタインは、花嫁の悲鳴を聞いて駆けつける。花嫁は、 部屋から駆け出して、フランケンシュタインの足元で気絶する。そこへ怪物がやってきて、フランケンシュタインの努力も虚しく、怪物は協力を示した後に家を飛び出してしまう。それから、観客に対する、この映画のテーマが明らかになってくる。花嫁のフランケンシュタインへの愛が、彼の心から強さや不純としての怪物を追い出し、これを解放させるのである。 その直後に続くシーンとして、怪物の実体がだんだんと消えていき、鏡に巨像だけが残るという描写がある。すぐに、フランケンシュタインが鏡の前に立った時、観客は鏡に、フランケンシュタイン自身の姿ではなく、怪物の姿が映っているのに驚かされる。しかし、婚約者の愛と、フランケンシュタイン自身の心が健全になったおかげで、怪物の巨像は、 鏡から消え、若きフランケンシュタインの姿が映ることとなり、花嫁は彼と結ばれ、物語は法要で締めくくられる。フランケンシュタインの心は、今やひどい恐怖と、長きにわたる苦悩から解放されたのである。ありがとうございます。